はい、どうもホダロですっていうわけなんですけどもね、はい、マチカンチャンネルね、やっていきたいと思います、ですね、今回なんですけどね、僕の家の、隣のやつアホすぎるっていうやつですね。これね、もうめっちゃアホなんですよ。めっちゃアホって分かったんかな、まあまあアホすぎるいうわけなんですけど、これなんでアホすぎるって分かったんかって言いますとね、まあ特に、うるさい音を立てるわけでもなしにね、迷惑かけてるわけでもないんですけどね、そのマンションのその僕とその、隣の人の前になんかそのなんか電気のでっかい基板みたいなのあるじゃないですか。そのね、制御してるか分からんすけど、でっかいね、それがドア開けたらなんかごっついなんかガスのメーターとかいろんなね電気の基板があるんですけどね、なんかね、そうなんです、ある時行ったらね、なんかそこからなんか充電されてるんですよね。そのなんかコンセントとかなんかそのタブレットとかね、あとルーターとかね、パソコンのルーターとかこう充電されとって、あれなんやろうと思って、俺なんかその、最初見た時の業者さんかなと、そこにね、その修理するとか、メンテナンスする業者さんのスマホかなと思ってたんですけど、なんか3週間くらいだったもんね、それはあるんで、なんか俺ちょっとちゃうなと思って。あれこれひょっとしてあれやな、これなんか誰かこの電気代をケチろうとして、その俺の隣か俺の真向かいか、そのあと残り前2つかみたいな感じになってて、誰やろうな思ったらね、ある時帰ったらね、急に隣のやつがパインチみたいな感じでこう出てきてね、そのなんかもぞもぞしやすんですよ。こうスマホの電源をね、こうスマホを取り出したりとかして、もぞもぞしだして、あこいつかみたいな、隣のやつね、なんでパインチやねみたいな、びっくりしたとかなんか言われて、俺がびっくりしたほんまに、ね、急にパインチの兄ちゃん隣から出てきてみたいなね、話になってたんですけどね、あこいつかと思ってね。でまあまあ別にまあオーナーというか管理会社にまあチクってもねみたいな、まあまあもうええか思ってたんですけど、まあでもなんか毎回ねこうチーンってね、このエレベーター上がるね、エレベーターのがこう開くたびにそれがね、その謎の充電システムですね、充電システムが見えるんで、ちょっともうなんか絵面悪いなと、なんかあんまり息せえへんな思ってたんですよ。でまあようよう考えたらそいつはアホやなとね、こんななんかこんなこう、まあそのね、マンションの電気を使ってねこう充電してるんですけど、なんかまあそのど真ん中にあるわけやから、もう最悪取られたらどうしようっていうリスクも考えるじゃないですか。でそれも考えずに、でもしくは踏まれたりとかして、ね、バーン蹴られてもうたりとかしたらどうすんねんっていうことも考えずに、ただったらね、多分月にないな、300円400円ぐらいですか、そのね、電気代をね、欲しいがために、そんなお金を欲しいためにそこに充電してると、リスクも考えずに充電してるって、まあまあアホやな思ってね、やってたんですけどね。でね、ある時ですね、なんかもう管理会社の人がね、ちょっと僕と話があるってことでね、僕 の, あのマンションのその階まで来て立ち回してたら、その人がこれなんですかみたいな、こうして、いやなんかこれ誰か、まあ、誰かわからんなんですけどねみたいな、なんかこうやってるんすよ、なんか充電してるんじゃないですかみたいなって、あそうなんですか、ちょもう電気泥棒じゃないですかとか言ってね、まあそうですねみたいな話になってたんですけど、そしたらね、なんかそのタイミングでそのねアホがねバッて開け出してね、これあーっとかやしたら、そこ注意されてましたね。なんかこれ共用の電気なんですけどやめてもらえませんかねみたいな感じで注意されて、でまあそこでまあ解決したかなと思ってたんですけどね、で解決したって言ってね、あそうなんや、まあよかったんちゃうかなみたいな、まあ、共用の電気は使われへんしね、そのままね、その人もその隣の人もすいませんでしたみたいな、気をつけますみたいな感じで出たらね、もう二度とないかな思ってたね、今日朝起きたらね、なんかちょっと扉は閉まりかけで、ええ感じで閉まりかけてね、なんか中でうまいこと充電しましたね。なんか気持ち悪いな思いながら、なんで2回多分なんか若者は今お金がないって世間で言うけど、そこまでかみたいな、なんかもうあれでしょうね、2回、1回注意されてもう1回やるってことも、かなりね、なんかもう僕らの何やろな、ごめんなさい、僕の世代でだつもうつるぴがハゲマルくんですね、つるせこばりですね、つるせこばり、誰かわかるかんけど、つるせこばりのね、なんかね、ことをやってるってことでね、まあまあまあそれも地球かどうかわからんけど、多分まあ巡回するかいずれバレるでしょうね、バレて怒られてまた信用失うみたいな ねっていうところなんですけど、まあまあ結局ね、こういうことをね、話してるとね、そんなマンション住むねやみたいな、僕の民度を取られるんでね、民度を取られることは、それもちょっとだんだん言う、喋ってるうちに恥ずかしくなってきましたね。そんなもん、そんなしょうもないとこ住むねん、おっさんになってみたいな、もっと民度の高い階にあると階っていうか、民度の高い人のおるマンション住めやみたいな言われてたんで、まあそれまでなんですけどね、お恥ずかしい限りなんですけども、そういうことがありましたというところでね。まあそんな感じで、ほなさいなら。